なんか唇の皮めくれてきてる。ああ。ペリって剥がしな。ペリロ。さあ、俺たちなら勝てる。やるぞ。リップクリーム塗るね。報告いいて別に。ちょっと、このリップクリーム塗ったらさ。勝利は確実です。唇も。なんかすごいこれが誘拐されてった。まあちょっともうリップクリーム塗るねって言って、うん、興奮してたよ。だ誰に言ってる？二人とも意味がわからん。そういう目で見といてほしい引いてるってキモいってマジでそういう目で 見るのやめて。俺のことエンディのこと、うん、無理ちょっと待って見んねや。始まった見んねん。無理見る。行くぞ。俺がリップクリーム塗る見方とかしてない。すごいファンアートわかるなこれ。リップ塗らんといて危なくなるから一線越えてしまう。夜のことが出てくるおい大概にせえって耳元でささやかれるって俺を今言ってハケモンにせんといてくれなんかじゃあヘンディと俺で俺アポに対抗するか。確かに全然勝てる。ボイスも出そう二人で。全然勝てるよ言ったけど。コミケに本並べよう。薄い本な。薄い本ええやん。小籠包みたいな顔してる。顔してる。小籠包みたいな顔してる。悪口だピントは来ないけど多分しばしばやってる。俺昔ガチで使っとったんやろこれ。何小籠包みたいな顔してるあいつ最悪。特に意味ないねん別に。そうそうそう。なんか小籠包っていう響きがおもろいから使っとったんやろ。なんか例えたがるよね関西人って。そう例えたがるな、うん、息のいいラクダみたいな顔してるとかのそれでもようわからんねんな。そうそうそう。全くピンとこないね。意味はない。本気で意味がない。全く意味ない。